我らの心は鬼と我らを鬼とつなぐ。身は太陽、そして光。またある時は憤る夜の嵐。我々はやがて訪れる日を待つ太陽の浄土湖。どうぞ夜明けをもたらし道を照らしたまえ。兄弟よ、ここにお前たちをソラリの一員と認める。声を上げよ。あれから長い年月が過ぎ、今や夢で彼女の改まった場で使う扇ね。婚礼用かもしれない。まだ新しいみたい。2、3年ってとこかしら。
あんまり煽るな。援護してくれ。もっと絶対だ。なんだよ。助けてもらったの。グリムに？グリムは私の身代わりに。嘘でしょ。グリムは不死身だと思ってた。敵に体当たりして私にチャンスをくれたの。今救助のヘリがこっちへ向かってる。サムは別の場所でしょ。ホイットマンは？ここまでたどり着けなかったんじゃないの。セレブだからスイートにいるのかもな。ホイットマンもサムも助ける。でもまずはここから出ないと。なんとか方法を探ってみる。もう一回やれば外れるかもしれない。ほらみんな行くよ。よし、せーの、ジャンプ。無駄だよ。ダメだね。ララ、この連中は異常だよ。太陽の精霊の話をしてた。太陽の女王ね。邪馬台国の統治者。え、ただつまりここが邪馬台国ってことか。うん、そういうことみたい。それはびっくりだね。じゃあ目的達成じゃないか。予想してたのとは違ったけどね。びっくりどころじゃない。ここのリーダーはサムが重要な鍵だと思ってるみたい。チャールズ・マンソンまでいるのかよ。マサイアスっていう男。サム、どこにいるんだろう。とにかくまずはこの檻から出ないと。みんな捕まって。ここは危ない。床が崩れ始めてる。大丈夫だよ。とにかくここから出してくれ。その調子だ。飛び移れ。檻を押さえておくから。みんな無事でよかった。もう一つの重りはあそこに固定されてる。
だ。いい感じだぞ。タイミングを合わせればいけるんじゃない。ヘリはもうすぐ到着する。ララがまだサルの博士を探ってる。